で、ランニングチェンジ CX60 恒例の小安踏切テストですが、まず第一関門。これね、やっぱね、基本的にはこのクロス D なんで、リアのピロポール外しと、あとロールバーが減ってるんで、そこまでやっぱり来ないです。やっぱり乗り心地はいいですね、このシリーズの中で。で、リアのダンパーがちょっと締め上げられたはずですけども、全然気にならない。逆にまあ、安定感が上がったって言い切れるほどではないんですが、しっかりこのデコボコ道でも走ってくれます。このデコボコ道やっぱね、乗り心地はいいですよね。ガツンとくる鉄を感じるまでの、鉄のパーツを感じるほどの振動感はやっぱり相変わらずなく。で、クロスリー小安踏切テストですけど、2度目、まあこれまたそんなね、金属的なまでの硬さはクロス T だけに感じません。それどころかリアはまあどっちかというとしっかりする方向なんで、ね、しかし線路多いですね。皆さんこの音を味わってください。この感じですよ。うん、相変わらずクロス T なので踏切テストはよしです。てなわけで、コージー TV 今回は久しぶりのですね、マツダ CX60 のスノーディーゼルモデル、クロス D の、しかもね、ランニングチェンジモデル、いわゆるね、小改良にも含まれないけれども微妙に、商品を良くしたというモデルの試乗を行っています。で、同時に燃費テストも行うんですけども、それより前にインプレッション、肝心のインプレッションなんですけども、もう基本的にはこれ CX60 が2022年の9月に発売されて、まあ1年半今経っていて、ただしその去年の段階でですね、サービスプログラムといって、まず AT の学習プログラムの変更を行ったと。それでその後にさらに今発売されているモデルはもうそうなってるんですけども、リアのダンパーのみを変えて、具体的には時速50キロ以上での細かい荒れた路面での、あの揺れをね、抑える、修復、あの振動をより早く収束させるという、そういう回路が行われていて、リアダンパーをね、おそらく固くしてるんですよ。でね、それに初めてクロス D のこの FR モデル乗ってますけど、面白いのがこれね、てっきり僕は全体的には基本的にもう足硬いって言われてるじゃないですか、柔らか方向にしてるかとなんとなく思ってたんですけども、まあ振動をより早く収束させるって意味から考えても、リアダンパーはね、硬くしてるんですよ。で、走り出した途端ちょっと荒れた路面だとね、ちょっとね、硬さ増えてるんですよ。ここがこのマツダの開発陣のやっぱり面白いところで、ただしいわゆるあのね、このまず FR モデルっていうのは、全この四駆のモデルとか、あとクロス D ハイブリッドって言って、直六にマイルドハイブリッドがつけてついてるものとか、あと 2.5 リッターのガソリンのスノー 25S とか、さらに 25S にですね、プラグインハイブリッド、モーターと電池を付け加えた形のプラグインハイブリッドモデルもあるんですけども、要するに上級車種の四駆だと、まあピロボールっていうのがリアサスペンション使われていて、それがあの正確に動くし、剛性感は出すんだけど、まあちょっと硬いと。で、このクロス T の FR モデルと 25S に関して言うと、そのリアサスペンションのね、リアのスタビライザーを取って、スタビライザーっていう、まあちょっとロールって言って、車体の傾きを抑えるものですけど、それを取って、さらにピロボールを1個外して柔らかめにしたんですよ。で、一番柔らかいモデルなわけですよ、基本的には。で、それをね、リアダンパーを変更、ただこれは全グレードに対してなん でこのクロス D の FR もそうなんですけど、もともと柔らかめの足の方も、そうブランっていう音は相変わらず変わらないんですけども、そう乗り始めてみるとちょっとね、固めになってる。確かにリアが固めになっていて、それをね、荒れた路面だと感じるんですよ。でね、その代わり、例えば今ちょっと高速入る道ですけど、時速60キロだと確かにフラット感増してるんですよ。で、こうやって継ぎ目のバンバンって超えて、ちょっと今まで残ってたような感じが減ってるし、何よりも全般的にはね、リアの抑えが効いてるって感じ、リアの安定感が全般的に増していて、だからその FR の、要するに、フロント縦置きエンジンでリアで駆動する車って、要するにフロントのフィールが非常に良くてすっきりしていて、舵を切る感じが気持ちいいんですけど、それはね、確かにね、リアを全般的に押さえてやって、こう切った通りに正確により曲がる、後ろがブレが、まあもともとブレなんてないんですけど、
それが要するに上下動が抑えられてすっきりしてる。ただしね、細かい荒れた路面だとちょっとコツコツ感を感じると、ここら辺がねやっぱマツダって面白いなと思って、てっきりこうみんなの声を聞いて、どっちかっていうとそっちの方向に、皆さんに申し訳ないみたいな方向かと思ったら、よりマツダの魅力を伸ばす方向にいた。で、硬さに関してはね、ただね、これそもそもピロボールが1個少ないものなので、硬くなってるんだけど別に金属的なまでの硬さはない。だから確かにいい方向の進化だとは思います。それから AT のプログラム変更なんですけど、確かにこうやって素直にスーッと加速した時の、そのスムーズな AT のつながり、で、この CX60 の面白いところは、まあ、久しぶりに直列のロキトエンジンを追加したっていうのもそうなんだけども、実は8速 AT を新開発して、マツダとして、しかもトルコンレスといって、ギアチェンジの時のショックを、殺す、なます、トルクコンバートっていうのを抜いてるんですよ。つまり、クラッチがガツンとつながる。つまり、振動が残りやすい形式だ。ただし、その分、効率がいいし、スパッと、タイミングよく、シフトチェンジができて、クラッチがうまく正しく回転数が合わせられれば、気持ちよくマニュアル車のように、うまいマニュアル車、しかもシフトチェンジが早い、上手なマニュアルクラッチ車みたいな感じで加速できるんですよ。で、ただし当然のことながら、シフトの回転がエンジンの回転が合わなければショックが出やすいわけで、それがねやっぱり感じられてたのが、確かにね、こうやってスーッと加速した時、街中から高速までスーッと加速した時は本当にね、よどみなく振動も少なくシフトをチェンジしてくれます。ただね、本当に微低速、渋滞時とか、例えば今街中信号をこうやって止まりそうなレベルで走ってるじゃないですか。で、こういう時にこう進もうと思って、あ、前の車急にブレーキ踏んだみたいなところでアクセル戻すような、でそういった時のね、振動は時々やっぱりね、あ、クラッチレスの発足だなと思うところはあって、完璧にトルクコンバーター付きの発足 AT ほどの、まあ滑らかさはやっぱりねないんですよ。このあたりはマツダの車、特にこの CX60 新しい縦置きエンジンの FR レイアウトの二輪駆動と四輪駆動両方あるんですけど、で、8速 AT でディーゼルの、しかも 2X 燃焼っていう面白いトライをしていて、 2X 燃焼による燃費は半端なく良くて、これ今日これから測るんで後で皆さんにお知らせしますけど、燃費はまあ間違いなくいいし、まあ、走りはね、やっぱりちょっと音とか振動は確かにちょっと高級 FR、SUV としてはちょっと大きめのところがあったんで、そこはシフトショックに関して言うと改善してきた。ただしね、あとね、音も微妙にスッキリした感じはあるんだけどね、音とかのエンジン音、基本的なエンジン音はね、変わらないです。やっぱりディーゼルのエンジンサウンドするし、これはね、これを好まない人に関して言うとうるさいと思うでしょうね。で、そう、足回りに関してはね、よりね、やっぱね、リアがスッとカッとこうお尻が安定して、それで前で舵切ってみたいなところは微妙にね、確かに良くなってるというか、より味がくっきりした感じはあります。まあ、皆様と成長する、一緒に成長する車、CX60 の微改良が1年を過ぎて、そのあたりで行われたと。で、微妙ながら進化しているのを感じたという感じでしょうか。では、燃費をチェックいたします。皆さんおはようございます。コージー TV。今回のインプレッション&一般道100キロ燃費テストは、久しぶり2年目のですね、マツダ CX60 のクロス D、 つまりディーゼル単独モデルの L パッケージです。これですね、ほぼ2年ぶりに乗るんですけども、基本的なエンジンパワー 3.3 リッター直列ディーゼルで231馬力のトルク500ニュートンで、で車重がですね、ほぼ 1.8 トン台で、燃費が 19.8、 サンルーフ付きだと 19.6 というですね、とてもこの車体には似合わない燃費なんですけども、これですね、
まあいろいろあって、去年の末頃に AT の学習プログラムの変更と、あと先日リアダンパーの変更を、これですね、ランニングチェンジといって、まあ微妙にちょっと仕様を変えたんですね。それを今回乗ってみようと思います。でエアコンは当然ちょっと暑いんで24度設定でフルオートで、リアは切って AC は入ってるという状況で、シートヒーターはもちろん入れない状況です。で久しぶり2年ぶりの CX60 のクロス D ですが、これね相変わらずね走りは力強くて、あとステアリングフィールがいいですよね。ただね今回の肝はリアサスペンションのダンパーのみをちょっと変えて、時速60キロ以上でのちょっとね揺れを抑えたっていうのがまず一つ。あと実はまあ去年の確か10月頃にはもうすでにこの修理プログラムが導入されていて、車検とか点検を受けた時に変更をされてるらしいんですけども、オートマチック、つまり8速のトルコンレスのマツダ独自の新開発のこの AT なんですけども、ちょっとギクシャクが多かったというので学習プログラムを変えたと。それによってギクシャクであり、この8速 AT のシフトのショックを取り去ったっていうことなんですけれども、まず気づくのはね、微妙にやっぱ足が硬くなってますね。これ前後のスプリング変えてなくて、フロントのダンパーも変えてなくて、リアのダンパーのみを変えたっていうんですけど、結構そのゴツゴツ感みたいなところが出てます。これはちょっと趣味分かれるんじゃないかなと個人的には思います。前のが良かったって思う人もいるかもしれない。確かにねリアのタイヤの座りといいましょうか、位置決めがしっかりして、ステーリング切った時の、まあ、しっかり感もおそらく微妙には増してるし、何よりも、まあ、全体のフラット感みたいのは高まってる部分はあるんだけど、ちょっとゴツゴツ感が増えて、やっぱりマツダ CX60 の開発者っていうのはこういったその、まあ、硬さ感以上にその走りのしっかり感であり、フラットさであり、ステアリングの効きを重視しているという感じで、で今ちょうど 5.1 キロ行きましたが、燃費 12.6、 これモード燃費が 19.8 か 19.6 なんで、確かサンルーフがついてないと 19.8 なんですけど、これサンルーフついていて 19.6 なんで、まあ5キロでいくらエアコンがあんまり使ってない、今ね気温17度とかなりあったかい、非常に環境がいいこともあって一気に燃費伸びています。でちょうど10キロ行きましたが、燃費は 14.1 とかなりいいですね。ハンドリングはやっぱりね本当にある種ダイレクト感があって、 FR ならではの本当にねタイヤでね地面を触ってるようなダイレクト感があって、まあこれはね好き好きだと思うんですよ。もっとパワーステー効かせまくって軽い方が好きっていう人もいると思うんですけど、このね自分で地面を歩いてるようなこのステアリングフィールはやっぱりいいですよね。飽きのこない味だというのはこの CX60 の一番いいところだと思います。で今距離20キロ行きましたが、なんと 15.3、優秀です。さっき 14.1 ぐらいだったと思うんで、10キロで1伸びて順調に伸びてます。で今ねだいたい本当ね時速50キロ前後で気持ちよく走ってるんで、これは燃費伸びますね。しかもね今気温18度なんだけど雨上がりで、まあ涼しい。で今30キロ超えましたが、リッター 16.9 で、40キロ行きましたが順調に伸びて、さっきねリッター18超えたんですけども、まあ今 17.8 で、今距離50キロ超えましたがリッター 18.2 になりました。これかなりいいですね。以前これねスノーディーゼルの FR 測った時は、一般道に高速30キロ加えてだいたいね18を超えるのがやっとだったんですが、今回一般道のみで50キロ測ってもうすでに 18.2 で、ほぼ目的地付近60キロ一般道のみで走ってきましたが、なんとリッター
18.1、 ほぼ変わりません。で、いつもの大宮に着きましたが、距離62キロ走ってリッター18、微妙に落ちましたが、それでもね、マイルドハイブリッドなしの 3.3 リッターディーゼルターボとしては十分に良くて、あ、ちょっと落ちた。で、これね、クロス D の L パッケージで、まあ結構一番人気のお買い得モデルで、上から2つ目なんですけども、そう、L パッケージ、今まで404,000円、400万4,000円だったのが422万4,000円になって、22万円上がってます。で、足回りと、あと AT のプログラムの学習制御は変わったんですけども、相変わらずこれ、魅力的なのは、このグリル自体は上のグレードと変わらないです。いわゆるプレミアム系と変わらない。このピアノブラック系の縦格子のグリルに、このメタリックのシグネチャーウィング。で、さらに、両側、マトリックスヘッドライト。で、ここは無塗装ですけども、クラッティングがつくと。ただ、まあ、唯一残念なのが、この無塗装のサイドシグネチャー。ここはやっぱりちょっとしょぼい。さらに、このあたりのドアハンドルも、ボディ同色だし、タイヤサイズで言うと、235の 50R20。このあたり、変わらず。そしてなんといっても内装がですね、この400万円台の車、最初は400万円、今440、422万円の車としては、これやっぱね、クロス D L パッケージ、まあレザーパッケージなんですけど、非常に上質で、なんといってもシートがナッパレザーではないんですけども、結構マットな質感の本革シート。しかもこれシートベンチレーション、ヘルパー系はつかないんですけど、まあ穴が開いててます、穴が開いてます。で、このセンターの合皮の、おそらく合皮だと思いますけど、ブラック。これも効いてるし、ダブルステッチ。同色ですね。で、なんつっても、このインデーメタルウッドの内装。ウッドの中にメタルが入ってて、これが上のエクスクルシブモードだともっと光るんですけど、これはこれでかっこいいし、アッパー、柔らか素材。で、肘掛け、柔らか素材。で、ダブルステッチ入って、ポケット入って、さらに、インパネも、アッパー、これ全部、一緒なんですけど、みんな高品質な柔らか素材で、エルパケはこのある種象の皮のような、別に象の皮は詳しくないんですけども、このあたりの質感高いし、これまたエルパッケージはインデーメタルウッドのウッドパネルで、シルバーメタリック加色、このあたり非常にいいし、さらにこの 12.3 インチのデジタルメーターで、この 12.3 インチのインフォメーションディスプレイも基本的には標準でついている。装備充実で、気づいたらですね、62キロから8キロ走って70キロ走ってましたが、燃費はね、何回か止まってちょっとやらなきゃいけないこともあったんで、そんなに燃費は落ちてないどころか落ちてますね。リッター18近く買ったんですけど、リッター 17.2 まで落ちてます。今70キロで、今80キロ行きましたが、燃費微妙に持ち直して17.7まで持ち直しております。気づいたら90キロ行ってましたが、リッター 17.7 も変わらず、あんまり伸びないですね。今ね、気温が上がってきて25度なんですよ。25度という気温もあって、やっぱ燃費的にはどんどん厳しくなってるのかもしれません。で、クロス DFR一般道ついに100キロ行きましたが、なんとリッター 17.8 で、もうちょっと伸びるかと思ったんですけど、ちょっと暑くなって、今気温25度ということもあり17.8 で一般道100キロ燃費終えました。まあ中間で休まなければリッター18ぐらい行ったかもしれませんが、まあ普通に使ってリッター 17.8 はこの車体 1.84 トンの車で、全長 4.7 メートルで、前方ほぼ 1.9 メートルで、馬力が200馬力、231馬力でトルク500ニュートンってことを考えると、やっぱりね、いいですね。もちろんマイルドハイブリッドがつくとさらに燃費が向上し、一旦20見えてくるんですけど、ターボ、間違えました、ノーハイブリッド、マイルドハイブリッドでこんだけいけば御の字じゃないでしょうか。というわけで、一般道燃費テスト終わります。